ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うおお、私はいつかもっと大きくなって、世界征服するんだ。巨人になりたい。そんな変な夢語らなくていいから、さっさと掃除機をかけてしまえ。うるさ。少しくらいいいじゃないの、夢見たって。夢見るのはいいが、本当に巨人になりたいのか？え、うん。だって、絶対強いじゃん。まあ、強いだろうが、それに伴う危険や悲しみも持ち合わせないといけないんだ。霊夢は本当に耐えられるのか？え、何？急に改まって。ってことで、今回は、世界を制した最強の巨人10選について紹介していくぜ。世界を制した巨人、待って、めっちゃかっこよさそう。しっかり、巨人のリアルを頭に叩き込んでくれ。それではゆっくりしていってね。1体目はクンバカルナだぜ。ユニークな名前ね。クンバカルナはインド神話に登場する巨人なんだぜ。ラークシャサと認識されていることが多いな。ラークシャサ？簡単に言うと、インド神話に登場する悪鬼のことだな。なんか怖そう。クンバカルナは古代インドに伝わるランカー島で最も巨大な体を持っていたんだ。その大きさは山と同じとされているんだぜ。え、めっちゃでかそう。どのくらいの大きさかわからないが、まあ、山と一緒って言われているほどなら相当でかいんだろうと想像つくよな。まあ、わざわざ山と同じくらいって言われているんだからそうだよね。これで、ただの巨人だけならいいんだが、クンバカルナは他にも色々特徴があるんだぜ。どんな特徴だろう？とても大きな口と黒い肌を持ち、体からは血と油の匂いを漂わせているんだぜ。うわぁ。それに加え、口から吐く息は強風、怒れば火を吹き、おたけびは100の雷ほどあったとされるんだぜ。そんな巨人がいる世界なんて、私絶対生きていけない。おっと。こんなことでビビるのはやめてくれよ。まだまだ、クンバカルナには恐ろしい伝説があるんだぜ。まだあるの？その伝説というのは、ジョジシラーマーヤナに書かれているんだぜ。まず、クンバカルナは生まれてすぐ、空腹のためあらゆる生物を貪り食ったとされているんだ。生まれてからすぐに、そんなわんぱくなことをしてたのね。しかし、そんなこと許されるはずもないだろう？その光景を見ていた英雄神インドラはクンバカルナに雷を放ったが、クンバカルナはひるむことなく、その雷を打ち返したんだぜ。打ち返す、そんなことできるの？叶わないとわかったインドラは、創造神ブラフマーに助けを求めたんだぜ。結果、ブラフマーはクンバカルナに6ヶ月の眠りと1日だけの目覚めを繰り返すという呪いをかけ、事態は一旦収まったんだぜ。なかなか鬼畜な呪いをかけたものね。そのおかげで、しばらくは静かな日々が続いていたんだが、ある日、ラーマとの間で勃発した戦争で敗走させられたラーバナが、クンバカルナを戦力にしようとして無理やり起こしたんだぜ。ええ？起こせるんだ。ホラガイを吹いたり、コンボウで叩いてみたりしていたんだが、それでも起きなかったため、最終的には1万頭の象に踏ませて起こさせたようなんだ。ちょっと、かわいそうかもしれない。呪いも絶対なものでもないだろうからな。目を覚ましたクンバカルナは、周りにいた猿や猛将たちを手当たり次第に倒したり、次々に兵士たちを飲み込んだりして、大暴れしたんだと。ええ、すごい、それって、活躍したっていうことだよね？まあ、そうなんだが、最終的には、討ち取られることとなってしまったんだぜ。クンバカルナの命を奪ったのはインドラの矢という古代武器だったそうだ。最後は討ち取られちゃうのか。まあ、無理やりとはいえ戦争に参加したんだから、そんな最後だとしても無理はないか。生まれた瞬間から、かなりワンパクだったようだからな。これは、あまりかわいそうとは思えないな。同感。二体目はダイダラボッチだぜ。ダイダラボッチ？言っていいのかわからないけど、なかなか面白い名前ね。そうだろう。ダイダラボッチは日本各地の伝承に残る巨人なんだぜ。え、日本なの？ダイダラボッチというのは、呼び名の一つに過ぎない。デイランボーダのダイタローボーダの、場所によって呼び方が変わるらしいんだぜ。だが、今回は統一してダイダラボッチで呼ばせてもらうぞ。はい、ダイダラボッチはどんなことをしたの？めっちゃ怖かったりする？いや、クンバカルナよりは怖くないぞ。ダイダラボッチは主に山や古城を作った巨人とされているんだ。へえ、めっちゃいい巨人。その存在は、神話の世界から来た神様に近いものと言われているんだぜ。まとめると、日本を作った神様に近い巨人なんだ。なんか、すごいよな。神聖な話すぎるわ。日本を作った巨人なんでしょ？そりゃあ、神様に近い存在でしょうよ。ちなみに、ダイダラボッチはいつからいたとされているの？一番最初にダイダラボッチについて記載された文献は、奈良時代の初期713年の、日立の国不時と言われているな。あとは、715年の播磨の国不時もよく一緒に名前が上がるぞ。奈良時代なんだ、どんなことが書かれていたの？
ダイダラボッチが歩き回った跡が沼になった様子が書かれているんだと。面白い。また、他にも面白い伝承があってだな。なんと、富士山や琵琶湖もダイダラボッチが作ったのではと言われているんだぜ。富士山と琵琶湖も、富士山を作った際に一緒にできたのが琵琶湖らしいな。伝承だから鵜呑みにするのは良くないが、そんな伝承もあるんだっていうのも知っておいてほしいぜ。はい。他にもダイダラボッチが地壇田を踏んだ場所として、神奈川県には陣田良沼という標識、三重県島郡にある大王朝の名前の由来はダイダラボッチだったり、本当に様々な伝承が残されているんだぜ。そういう伝承聞くの大好き。だが、日本を作ったと言われていることもあり、その力を恐れる人も多かったんだ。それだけの威力を持っているとも考えられるってことなのかな。確かに、気持ちはわからなくもない。とか言っているけど、基本的にダイダラボッチは日本を作る、人を助けるなど、いいことを多くやってきた巨人なんだ。今回紹介した以外にも、いろいろといい伝承が残されているから、気になったら調べてみるといいぞ。調べてみようっと。霊夢もダイダラボッチを見習って、いいおまんじゅうになろうな。私、期待してるから。私はもう十分いいおまんじゅうなんだけど。でも、マリサが言うなら絶対にもっといいおまんじゅうになってやるわ。3体目はヤゴロウドンだぜ。この巨人は絶対日本でしょ。ああ、まあ、字面でわかるよな。うん、ヤゴロウドンはどんな巨人なの？ヤゴロウドンは、南九州地方に伝わっている巨人なんだぜ。ちなみに、宮崎県と鹿児島県では、ヤゴロウドン祭りというお祭りが開催されているそうなんだぜ。お祭りまで開かれているの、すごい、それだけ、大切にされているっていうことなのね。まあ、そういうことだろうな。ヤゴロウドンはどんなことをしたの？なんとなく、めっちゃいいことをしたっていうのは想像つくんだけど。その通りだぜ。ヤゴロウドンはダイダラボッチのような巨人だったんだ。どのくらい大きかったかというと、山に腰をかけて海の水で顔を洗える程度だったんだと。すご、めっちゃでかいじゃん。そうだろう、宮崎県に伝わる伝承には、洪水で川の土手が壊れた際に村人を助けた、という優しさが滲み出ているものや、高い山に登り雷が鳴るのを沈めようとして村人を驚かせた、という面白いものもあるんだぜ。時には冗談を言ったりすることもあったようで、めちゃくちゃいい人というのが滲み出てるんだ。いい人すぎない？村人を助けるだけでなく、冗談も言うなんて、巨人の姿でやられたら、そりゃびっくりするだろうけど、危害を加えられるより何倍もいいわよね。ヤゴロウドンが最初に書かれていた文献や、伝説の起源というのは分かっていないんだ。そんなヤゴロウドンは石像にもなっているんだが、そのモデルとされているのは、奈良時代のハヤトの反乱の際に、律令政府に対抗したハヤト側の統率者ではないかと言われているんだぜ。そんな戦いがあったのね。ちなみに、ハヤトの反乱で負けてしまった霊を供養する法上屋が行われたそうなんだが、この法上屋が、現在のヤゴロウドン祭りの起源になっているのではとされているな。へぇ、いろいろ繋がっているのね、面白い。って感じで、ヤゴロウドンはダイダラボッチという公的な部分が似ているなと思い、紹介してみたぜ。いい巨人もいたのね、しかも、日本に、本当にいたんじゃないかと思わせるような伝承もあるし、話聞くだけでもめっちゃ楽しい。もし、興味があったらヤゴロウドン祭りに行ってみたらどうだろうか。この話を聞いてからだと、もっと楽しめるんじゃないか？確かに、検討します。4体目はコホだぜ。コホ？コホは中国神話に出てくる巨人なんだぜ。神話の中で、最も大きい出来事は、皇帝と紫竜が戦った卓六の戦いなんだが、その時に、コホは紫竜側の主力として戦っていたんだ。でもそれは何が関係あるの？この戦いで紫竜側で戦ったことにより、皇帝を敵対したこととなるだろう？皇帝というのは、帝王だからな。実質的に帝王を裏切ったこととなり、悪い巨人としてのイメージが強くなってしまっているんだぜ。ああ、そういうことか。中国の始祖として描かれている皇帝と、それに逆らった形になった古法。どっちが悪として描かれるかなんて、すぐわかるよな。余談だが、古法こうして悪と広めたのが、孔子の儒教だったんだぜ。学校で習ったことがある人もいるんじゃないか？知ってるかも。儒教の考え方では、正義と悪をはっきりさせる必要があるんだぜ。そして、正義が悪を倒す構図が主となるんだ。そういう理由があり、卓六の戦いにおいて負けた古法は儒教的には悪として教えられているんだぜ。いろんな考え方があるのね。難しいけど、正義か悪を分けるのはわかりやすい。ここで、古法の伝説について一つだけ紹介してみるぞ。お願いします。昔、中国の北部にある山に古法族という巨人族が住んでいたんだぜ。巨人という名の通り、体が大きく力も強かったんだと。
いかにもっていう感じ。コホは世界が荒廃して毒蛇などの凶暴な生物が現れても、みんなを助けるために毎日のようにそれらと戦っていたという話もあるな。うんうん。しかし、ある時、大きな干ばつに見舞われてしまったんだ。もちろん、人々は生活なんてできなくなってしまった。その時にコホは太陽に言うことを聞かせようと決心し、行動に移したんだぜ。え、そんなことできるの？確かに、干ばつだから、ずっと太陽は出ているだろうけど。しかし、太陽に言うことなんて聞かせられなかったんだ。コホは必死に太陽を追いかけて捕まえようとしたが、それは叶うことはなかったんだぜ。そうなの。太陽を追いかけ続けたコホは、自らの全身の水分が蒸発していることに気づき、甲賀の水を飲み干した。それでも足りず、他の川の水も飲み干したんだ。だが、それでも足りることはなかった。最終的には、喉の渇きと疲労で倒れてしまい、そのまま命を落としてしまったんだと。いい人じゃん。悪として描かれることが多いコホだが、こうして伝説を見てみると、決して一つの伝承を信じ続けるのはダメだとわかるよな。うん。もっと、凶暴な巨人かと思っていたけど、見方が変わったわ。確かに、皇帝と敵対した事実は変わらないが、コホは心優しい巨人だったということを伝えられてよかったぜ。コホには幸せになってほしい人生でした。5体目は原初の巨人ユミルだぜ。ほう、某漫画で聞いたことがある名前ね。あの漫画を知っている人なら、お？って思ったかもしれないな。原初の巨人ユミルは、北欧神話に出てくる巨人なんだぜ。世界が創造されるより前に生まれたそうなんだ。え、すご、世界が創造される前？ああ、神々も存在していなかった、本当に誰もいない空間だったんだろうな。どうやってユミルは生まれたの？氷の国にブルヘイムから流れ出した水が、金ヌンガガプという空虚な裂け目から出てくる冷たい突風に当てられ氷となったんだ。そして、炎の国ムスプルヘイムの熱風により蒸気になったんだぜ。うんうん。その蒸気はだんだん人の形に変わった結果、原初の巨人ユミルが誕生したんだぜ。は、これが、神話の力だぞ。その後、ユミルはどんどん巨人を生み出していくこととなったんだぜ。さすが、原初の巨人ね。ちなみに、ユミルが巨人族を埋めるようになるまで、ユミルと一緒に生まれたアウズンブラというメスの牛の乳を飲み、すくすくと成長していたんだと。え、ダイレクトに？当たり前だろうが。すげえよ。ユミルから生まれた巨人たちは下の巨人と言われ、神々と対立していくようになるんだ。最終的には最高神オーディンと戦うようにもなったんだぜ。うおー、すご。だが、結果は敗北。ああ、負けちゃったのか。戦いによってできたユミルの傷口はあまりにも大きく、そこから流れ出た血で洪水が起こってしまったんだと。そして、次々に巨人を飲み込んでいったそうだぜ。もう、規模がすごいもんね。傷口から出た血で洪水だなんて。戦いに負けたユミルは、オーディンたちの手によって天地創造に使われたんだぜ。肉は大地に、血や汗は川に、髪の毛は草や木になったんだと。そんなこともできるの？他にも、ユミルの頭蓋骨は天空に、脳みそは雲になったと言われているぜ。想像するとちょっとグロいかもな。だが、この出来事があり、北欧神話はやっと始まりを迎えることができたんだぜ。ここから始まりなのね、面白い。そうだろう、個人的にだが、このユミルの話は大好きなんだ。今回話すことができて嬉しいんだぜ。6体目はマガンのバロールだぜ。うわ、めっちゃかっこいいんだけど。マガンだって。マガンのバロールは、アイルランド神話に出てくるフォモール族の巨人なんだぜ。数々の戦を乗り越えてきたフォモール族の戦闘に立ち、みんなを率いていたんだと。うおかっけー。バロールがいつも閉じている目で睨まれた時、その相手は命を落としてしまうとされているんだぜ。睨んだだけで、怖すぎー。まあ、これだけですごい強いってわかるよな。さすが、フォモール族を率いていただけのことはあるぜ。他には何か激強エピソードはないの？いろいろあるが、神々の一族、ダーナ神族の王であるヌアザを打ち倒したことが有名だな。ちなみに、ヌアザはめっちゃ強いんだ。その力は、あの有名なゼウスに匹敵するほどと言われているんだぜ。え、倒したの？さすが、バロールってとこね。お前はバロールのなんなんだよ。だが、そんなバロールに転機が訪れたんだ。転機？予言を受けるんだぜ。いつか孫に倒されるという予言をな。ほう？興味深いわね。予言が現実になることを恐れたバロールは、娘であるエフネを幽閉したんだ。しかし、エフネはダーナ親族の青年キアンとの間に、光の神、ルーを設けたんだぜ。え、孫できちゃったじゃん。フォモール族がダーナ親族と同盟を結んだため二人を結婚させたそうなんだが、すぐに両家は決裂。
ダーナ親族はフォモール族の支配に苦しみ、戦いを申し込んだんだぜ。この戦いのことを、第二次マグプレドの戦いと言うんだ。そんな経緯があったのね。その戦いで、バロールはいつものように敵を倒そうとしたんだが、敵軍にいたルーの放った石がバロールの目を貫き、そのまま命を落としてしまうこととなるんだ。こうして、予言は現実となって終わってしまったんだぜ。うわぁ、孫に倒されてる。予言の通りじゃん。なんとか回避しようとしたけど、最終的には予言通りになってしまう。やっぱ、予言ってすごいな。どこまでもついて回ってくるのが怖すぎる。運命には抗わない方がいいってことがよくわかったわよ。霊夢にはこんな機会ないけどな。肝に銘じておいてくれ。絶対にないけど、肝に銘じておくわ。7体目はヘカトンケイルだぜ。ヘカトンケイル、知ってるのか？初耳。そういうことだとは思ってたが、ヘカトンケイルは、ギリシャ神話に出てくる巨人なんだぜ。めちゃくちゃ、握力が強いことで有名だな。握りつぶされそう。大地の神ガイアと原初のオーラノスの間に生まれたヘカトンケイル。その姿は、100の腕に50の頭という、とんでもなく恐ろしい姿をしていたんだ。やば、ガイアとウラノスもびっくりしたことでしょうよ。まさにその通りなんだ。父のウラノスは醜い赤子を嫌っていたんだ。ヘカトンケイルも、その醜い赤子として分類されたため、兄弟もろとも母のガイアの中に押し戻してしまったんだぜ。そんな、横暴な。だが、ガイアも黙ってはいなかったぞ。怒ったガイアは息子の一人であるクロノスにウラノスを追放させるんだ。それで、無事に子供たちを取り戻せたが。待って、まだ何かあるの？今度はヘカトンケイルの醜い姿を見たクロノスがタルタロスという奈落に、ヘカトンケイルを閉じ込めてしまったんだ。ちょっと、ひどすぎない？しかし、そんなヘカトンケイルを救ったのはゼウスだったんだぜ。ゼウス？その後、ヘカトンケイルはティターンという神々と戦った際、100本の腕を器用に使って石を投げつけて、見事ゼウスたちを勝利に導くことができたんだぜ。うおぉ？胸熱展開。戦いを終えたヘカトンケイルは、ティターンの監視のためにタルタロスに潜ったため、地上から姿を消したんだと。目的は違えど、もともといた場所に戻ったのね。まあ、命も落とさなかったし、まあまあいい話だったんじゃないか？それは同感。8体目はキュクロプスだぜ。言いたくなる名前ね。キュクロプス。キュクロプスはギリシャ神話に出てくる巨人なんだぜ。ヘカトンケイルと同じようにウラノスとガイアの子供として生まれて、見た目に単眼という特徴があるんだぜ。ってことは、ヘカトンケイルとは兄弟ってこと？その通りだぜ。キュクロプスは単眼以外にも火事が得意という特徴があるんだぜ。かっこいい。ポセイドンには槍、アポロンには弓、アテナには鎧など、様々な武器や防具を作って、神々に渡していたんだ。うんうん。だが、とある事件のせいで命を落としてしまうんだ。その事件というのはアスクレピオス事件だ。どんな事件なの？まず、アスクレピオスというのは、医術の天才の名前なんだぜ。その力や知恵は、すでに亡くなってしまった人も生き返らせるほどだったんだ。へぇ、すご。その力を使って、様々な英雄を生き返らせていたんだ。だが、これを冥界の王ハデスが、この行動を秩序に反すると抗議したんだ。結局、ゼウスがそれを受け入れ、雷帝でアスクレピオスを亡き者としてしまうんだぜ。そこまでしなくても。しかし、これに怒ったアスクレピオスの父アポロンは、雷帝を作ったサイクロプスを亡き者としてしまうんだ。飛び火、なんで、ゼウスと戦わなかったの？ゼウスには抗議できなかったそうなんだ。だから、腹いせとしてサイクロプスを手にかけたんだろうな。うわぁ、巻き添え。他にも別の話で怪物として描かれているんだ。そこでのサイクロプスは人肉を食らっているぞ。思ったより怪物で安心した。いろんなサイクロプスが見られて嬉しいよな。マリサはサイクロプスの何なのよ。と、友達。うるさいな。9体目はスルトだぜ。スルト、どんな巨人なの？スルトは北欧神話に出てくる巨人なんだぜ。いつも全てを焼き尽くすような炎の剣を振り回して戦っていたんだ。つえー、スルトがどのように生まれたのかは不明だ。誰もスルトがどのくらいの時間生きてきたのかも、どこから来たのかも知らない。とても、謎な巨人なんだぜ。言っちゃ悪いけど不気味。性格も、まあまあおとなしめというか、寡黙な感じだから不気味さを倍増させているな。寡黙な感じなのか。神々も生まれていない原初の時代には、ニブルヘイムとムスペルヘイムの国境に立ち、ただただ守っていたんだ。ユミルが巨人たちを生み、戦争を起こしてもスルトは生還していたんだぜ。うわ、そこまで行くとかっこいいって思っちゃう。そして、終末の日ラグナロク。その時、スルトは炎の剣を用いて世界を滅ぼすんだぜ。
それまではマジで何もしてないの？そうっぽいな。コエッタという本の巫女の予言では、ラグナロクまで名前は出てこないんだと。ということを考えると、それほど動きはなかったということだろうな。ラストになって、一気に見せ場を持っていったって感じなのね。うん、かっこいい。するとは世界を滅ぼした後どうなったの？詳しいことはわかっていないんだぜ。だが、スノッピのエッタという教本の第一部、ユルビタブラカシで語られた生存者の中に、スルトの名前はないんだぜ。ってことは、自らが放った炎で亡き者となってしまった可能性が高いな。そうか。生き残ってて欲しかったけど、さすがに無理だったか。まあ、わからないけどな。ちなみに、アイスランドには火山が噴火した時に作られた 1.5km もある洞窟は、日本語でスルトの洞窟と呼ばれ、スルトの住処として考えられていたんだ。へえ、すごい、そんな場所があるのね。写真を見てみると、本当に住んでいそうな雰囲気が漂っていたな。本当にいたらどうしよう。あ、霊夢の後ろに、え、なんて、嘘に決まってるだろ。さ、さすがにこれは騙されてないから、言っとけ。最後、10体目目はデュポーンだぜ。最後ね。デュポーンは、ギリシャ神話に出てくる巨人なんだぜ。ガイアと原初の神々の一人、タルタロスとの間に生まれたんだ。その力はギリシャ神話で最強とされているんだぜ。すご。その大きさはものすごくてだな。頭は天に届き、両手を広げれば世界の果てにまで届いてしまうんだ。それだけではなく、目から火を出したり、両肩には龍蛇が生えていたり、もう、とにかくチート中のチートだったんだ。こえー、よく、そんな子を埋めたこと。ガイア自身、息子たちを幽閉されたり手にかけられたりして腹立ってたんだろうな。怪物生み出したろ、みたいな感じだったんじゃないか？やっぱり、神様ってすごいなぁ。そんなギリシャ神話最強のデュポーンだが、神話最強という名に恥じない活躍をしたんだ。え、どんな活躍？なんと、ゼウスに勝ったんだぜ。え、すごい、ゼウスってめっちゃ強いイメージなのに。これがゼウス唯一の敗北なんだそうだぜ。最初は追い詰められてしまったデュポーンだが、形勢逆転をしてゼウスの武器を取り上げて手足の剣を切り落とし、洞窟に閉じ込めたんだぜ。ゼウスがそんなことに。ああ、すごいよな。こんなピンチのゼウスを助けたのは息子であるヘルメースだそうだぜ。いい息子。デュポーンも、ここで終わってたらまだよかったんだけどな。その後、再びゼウスと戦おうとしたデュポーンは、次こそゼウスを仕留めようとして、女神も依頼を脅して、どんな願いも叶う勝利の果実を手に入れたんだ。ちょっと、何してるのよデュポーン。だが、モイライが渡したものは、決して望みが叶うことのない無常の果実なんだぜ。その果実を食べたデュポーンは力を失ってしまい、結果的にゼウスに返り討ちにされてしまうんだぜ。でしょうね。それらの様子を見ていたガイアは、ゼウスのことを全宇宙の覇者と認めたんだと。さすがに、母親も味方になってくれなかったのね。悲しいが、デュポーンがもう少しおとなしくしていればよかったのに。って思ってしまうよな。うん。デュポーンはちゃんと反省してください。って感じで世界を制した最強の巨人10選について終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。